よろしくね。夜景団チャンネル、チャンネル登録お願いします。すみません、カンポンチもらえますか。あ、辛さは、ね、どれがおすすめですかね、辛さ。あ、そうなんです。辛いの好きの人でも辛くしていうの人、お客さん。あ、はい。どっかの嫌いやったらちょっと控えめにしてって、はい。あ、じゃあ普通で。普通で。はい、俺普通の辛さで。あ、そうですね。お家発酵さえやったらホタテ入ってます。あ、大阪で、はい、発酵さえエビ入ってるからホタテ入ってるの。うん。夜景団チャンネル。
調べてみてください。これ辛いやつ。なんちゅう名前やつかこれ。僕容器持ってきてないですけど、入れてもあのなんか容器入れ物持ってきてないですけど入れてくれるんですか。サラタメ。あ、は普通なのね。ちょうどいいです。ちょうどいいです。それさ、さえね、細かく刻んで、はい、チャーハン作った。あ、ありがとうございます。そうじゃなかったら、細かく刻んで、はい、卵2、3個、子供いらっしゃるやつ、はい、あの。これ刻んで卵2、3個入れて、はい、ネギたっぷり入れてごま油でさっと炒める。あ、はい、わかりました。それは美味しそう。それが定番の家庭料理。へー、わかりました。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。美味しい。めっちゃ濃厚。うん。なんでこんな濃厚なんですか？水一滴も入れない。あ、そうかそうか。薄めない。うん。あのチャージャン麺と。あ、これ杏仁の粉で杏仁の実ですか？杏仁の粉。あの粉。粉でね。アーモンドの粉。ああ、なるほど。会社が売ってるの。うちがやってるじゃなくて、このチャーチャー麺ね、はい、チャーチャー麺と杏仁豆腐水入れるものの薄める小米茶とか、はい、だから昔台湾行ける時、台湾行って、はい、ママ台湾行ってきたのに、なんでこんな味が違ういくら台湾行ってもみんなこのチャーチャー麺、あ、これも 100%、 100%、もう水一滴も入れてない。
ごめんなさいね。もうお腹いっぱいで食べられへんかなと思ってたらね、全然食べれますね。美味しい。杏仁豆腐。おっさん杏仁豆腐を食べて、今日ごちそうさまた来なさい。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかった。あ、よかったね、お腹もへっこんだし。よかった。ごちそうさまでした。はい。はい、すいません。はい。